皆さん、はじめまして、小松美香子です。好きな花言葉は、サザンカの困難に打ち勝つ。こちらはテレビアニメ、K 第2期、K リターンオブキングスに先駆け、アニメ K を宣伝するためにスタートする新番組です。美麗で華麗なアニメ、K にふさわしく、今までのラジオは、消し去って、清らかで、健全で、可憐な番組を目指します。え？下水道？何ですかそれ？じゃあ今日は早速、お紅茶のお話から始めましょうかね。はーい。最近ハマっている、紅茶かちょっとわかんないんですけど、ハマっているお茶はルイボスティーです。渋谷のね、最近できたファッションセンター、ショーセンタービル、あの地下のちょっとお惣菜とか、売っているよ、デリが売っているような、ところにあるあのお茶のコーナーがありまして、そこに売っているルイボスティーが非常に美味しくてですね、箱買いしてたりするんですけど、他の茶の種類はあんま知らないですね。デリバリーの話ね。違います。お惣菜のデリバリーの、お惣菜のデリの話。なるほど。です。そうですか。ああ、よかった。ちょっと安心する空気になる。いや、はい。じゃあ挨拶しちゃおうかな。お願いします。はい。ラジオお聞きの皆さん、はじめまして。アニメ系スゴミコテクス津田健次郎。好きな花言葉はですね、メシベ。花言葉。皆さんはじめまして。アニメ系宗像霊視役、杉田智和です。好きな花言葉はビオランテです。ビオランテ。ビオランテ、あのでかい、なんかこう化け物になった瞬間が。花言葉じゃないじゃないですか。かっこいい。もはや、かっこいい、かっこいい、かっこいいやつね。で、ね、どんなラジオにしたいってほざいてたの。なんだっけ、美麗で、いや台本通りですよ。美麗で、華麗で、華麗で、華麗で、健全で、清らかな番組。境内、境内はいいんでしょ。だから過酷で、うん、きつくて、うん、で、苦しくて、3K ってやつね。3K、嫌な 3K です。3K。時代が変わってきましたね。ケムクジャラで。ケムクジャラでね。どこにケムクジャラ。で、コービー。コービーね。ぶっこんで。コービーラジオ。そう。どこで、どこで。マウティング。そうそう。で、ニコニコ動画で絶対に削除されないね。おお。動物のコービーの動画って。あ、そうなんだ。アニマルビデオですよね。そうね。タイトルからしてやばいんだって。犬が激しくセックって書いてある。ひどい。これなんで削除されないんだろうな。それでも削除されないんだ。されない。動物ならいいんですかね。まあ自然の説。僕らも動物ですからね。そう。すっごい激しい。僕らも動物ですよね。すっごい激しくって。へえ。スパースパースパーってまた始まってて。ガン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 。なんかメス犬のなんか、おーおーって声だけはこう虚しく響くんですけど。それ誰向けなんですかね。さあ、資料用っていうほど資料用でもなくて。まあそうだね。ずっとズームだから。ズーム。そうか。そんなラジオ。そうなん、はい。そんなラジオ。はい。目指していく。どんな動物を連れてくか。まあそんなラジオですけれども。そんなラジオか。うん。最初からもう数分で口が開いてしまったんですけど。そうなの？そうですよ。可憐な感じでお送りしてますよ、僕らは。本当ですか？はい。下ネタが可憐に飛び。そんなことないよ。下ネタなんで下水道って言われてるのわかんないです。わかんない。わかんない。俺がいない間に、このラジオが何があったかってこと。いや、そうです。いやいや、杉田さんが全部作り上げたんです。嘘だ、そんなの。最初にね。土台の構築は杉田さんです。そんなバカな。用意スタートってなったのが杉田君の。スタート。全部そうです。なるほど。俺がマンホールになったわけです。そういうこと、ガパッと開けちゃったんです。そうしてたわけです。それだ、ダダダダダと。それヨーグルトの味しますけど、大丈夫ですか。本当だ、いい匂い。何それ。ヨーグルト水？水です。ああ、そうですか。なんだこの風味は。なるほど。多分みんな気づいてないだろうなっていう風に言ってたので。はいはい。ということでね、今回の座組はですね、KR 最多出演チームなんだって。お、そうなんですか。うん。まあ、もしくは赤、白、青から一人ずつなので、オランダチーム。代表が。オランダ、うん、オランダ。あ、国旗的な。国旗的なね。はい、まあ、フランスもありですね。うん。お、入れ替えて。うん、なりますね。そうですよね。そんなわざわざ画像を用意してください。まあまあ、わかります。フランスの国旗ぐらいわかりますけどね。うん、昔、お弁当作るのめんどくさくて、海苔を一面に貼って、真ん中に梅干しを入れて、バングラディッシュ弁当。いいね。ちょっと凝ってますね。そうですよね。海苔が入る。日の丸じゃなくて、とりあえずバングラディッシュにしよう。
海苔を一面にこうやったことが。あんまり美味しくなさそう。いや、でも普通に海苔弁だ。まあまあ、そうだね。海苔弁だね。なんかもうちょっとなんか、鰹節ぐらい入れればよかったそうだね。おかずになるものが。はい。ということで、カレンにお送りしてまいりましょう。はい、始めましょう。リターンオブケイアー。はい、揃わないね。第1回、総員、バッと。リターンオブ KR。 この番組はムービーオンの提供でお送りいたします。はい、それでは最初のコーナーは K。 本当かい？はい。こっちの A だね。うん。A ですね。A ですね。はい、こちらですね、K オブアニメーション、アニメ K についてですね、リスナーの皆さんのメールをご紹介するコーナーでございます。テレビアニメ一期の振り返り、あとですね、劇場版 K ミッシングキングスの思い出、またアニメ K2 期、K リターンオブキングスがどんな展開になるのか妄想予想していただきますというね。なるほど。はい、そんなコーナーでございますけれども、来てますね。お、いっぱい来てますね。もう来てるんだよ。すごい。すごいんだ。みんな妄想がもう、まあ、半端ないですよ、本当に。止まらない。そしてやっぱり女性が多いですね。そうですね。すごいですよ。がっついたメス豚どもが。あらら。ガンガン送り込んでくるわけですよ。確かに、うち、でもうちのラジオには、あのね、あの、常になんかこう、常時発情期みたいな男子から。男子からね。しちゃうけどね。こっちはね。はい。がっついた。こんな楽しみすぎて、もう、我が輩、もう、股間から。我が輩って私じゃないですか、完全に私。我が輩、股間から。そうそう。お前は猫じゃねえだろ。そうだね。そうだそうですね。うん、いや、じゃそれでも違いますよ。ネタだったんですよね。そうそう。熱狂的三河越ファンからの、ね。ああ、来てたんだ。そいつの投稿がいちいち面白くて。あ、へえ。じゃあこっちにもバンバン。そうですね。ね、送ってきてもらえれば。そうですね、あの、カウパーの支配が送ってこねえかなって。カウパー。なるほど、ね、具体的な内容。うん。カウパー三河越。やめてください。そっちだけじゃダメです。それはあいつ、あいつ、あいつ、その投稿者ね。カウパー越。あいつ入って。カウパー越ね。カウパー越。カウパー越が、はい。牛っぽくなる。アニマル感出てきましたね。はい。サラさんから来てます。サラさん、ありがとうございます。ありがとうございます。KR 復活おめでとうございます。ずっと待ってましたよ。はい、ところでですね、本編の K2 期はですね、猫の際どいシーンがさらに増えるのか、みこすさんの出番はあるのか、大殺しの負荷でですね、宗像室長がどうなってしまうのか、とても気になります。はい。劇場版についてのですね、インタビューなので、見どころを聞かれた厚田さんが、アンナちゃんがブワッサーってなるところとおっしゃってましたが、はい、それに倣って2期の見どころを擬音で表現するとしたら、どんな感じでしょうかっていうね。擬音。それはもう。びちゃびちゃ。ええー。ああ、あるあるある。うん。あるよね。びっちゃびちゃ。ちゃびちゃ。なるほど。あと、パッツパツ。パッツパツね。ああ、パッツパツ。パッツパツはあるね。パツパツあったね。そうそうそう。あったあった。特にパッツパツ。はい、はい。あの、真面目な系の監督さんがね、うん、力を入れました。そうそうそう。そこに力入れたんですね。そうなんです。監督真面目なんだけど。そんな誠実で真面目な人の、うん、すごいこだわりがあるみたいで、そこに。パッツパツに。パッツパツだしでしたね。いや、やっぱ、一気より飛び抜けて。うん。バウンス、バウンス。バウンス、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 バウンスしてましたね。バウンス、バウンスで。そうですね。もう別生き物のような。別生き物のような。って皆さんおっしゃってましたけど。うん。確かに。本当にあそこから何か出てくるんじゃないかと、その。そこから何かが出てくる。ちょっとちょっと、ほんと。勘弁してください。嘘だろ？嘘でしょ？違う。何を言ったの、今。いや、こいつらが。こいつらが。こいつら。あの、ねえ、それぞれ別行動を。別行動あそこから出てきたこいつらが。こいつらが。別行動。別行動起こすんじゃないかな。恐ろしい。恐ろしいね。もしかしたら。そんな行方もある。恐ろしいね。それじゃあ、全部沢城さんの金役で。沢城さん大事なこと言っちゃった。全部金役になりますよね。そうだね。それはちょっとでも。あ、面白いね。喋るんだ。うん。あ、パーツが喋る。パーツが喋る。ああ、いい、ね。右と左でやっぱ違う。おー、声質も違う。違う。おー、大変だ。大変だね。上の方も下の方もまたね。そうですね。プリンの方もね。やっぱ違ってくると思いますよ。うん、あ、喋るか。なんかやっぱそこ、舐めのみたいのありましたもんね。はい。舐めのね。舐めの。ありましたよね。なんか、警官が、こう、塔の間から、こう、カメラワークがね。カメラワークがね。なぜそこから映すんだろう。そうなんです。確かにありました、ありました。そこからっていう、すごい長めのものがありました。まさか、そこから。そこからっていう。ありましたね。期待できると思います。はいはい。はい。うん。じゃあ、まあそんな擬音でね。うん。はい。いいですかね。大丈夫だと思いますよ。まだ我々の最初の
ですね。そう。まあ、僕らも実はよくわかってません。そうなんです。まあ、正直ね。はい。はい、うん、はい、はい。じゃあ続いて、のりなし付箋さん。女性の方です。はい。須田さん、杉田さん、三河子氏、こんにちは、バット！バット！バットしたくないよ。まだね。ラジオ KR3 度目の復活おめでとうございます。ありがとうございます。ずっと待ってました。うん。アニメのホームページも更新され、はいはい、キャラ総貫通も出ていましたね。うん。去年。去年？うん、というワード。年齢のところだ。そうですね。そうそうそう。心えぐられましたが。なくなっちゃってるからね。少年になっちゃったんですよね。新規立ち絵が見られて、本当に嬉しいです。はい、女性陣を見たときは、びっくりしました。まあそうですね。そうでしょうね。まあまずじゃあ去年から、うん、去年24歳。去年からは、随分お若く、うん、若いですね。あ、本当だ、去年って。去年って書いてあるからね。へぇ、うん、確定してしまったってことですね。そういうことですね。うん、これはもうね、うん、妄想でも何でもなく。そうなんですよ。うん、事実ですよ。確定です。そうなんです。私女性陣のフォルムが。猫なんでこのポーズなんですか、ね、はい、なんですかね。猫のポーズか。猫のポーズ、え、なんでこうなったかだよね。そうですね。どういう状態からのってことだね。これなんかもう立ち絵ですけど顔見せる気ないですよね。そうだね。ほとんど見えてないもんね。うん、黒の家でスプレーしちゃって、うん、それで怒られてる。うん、え？そうなんだ。何を、あ、スプレーはオス特有の役だ。そうだ、ね。そうなんですか？そうなんですか？俺が昔すごいションベンってあだ名をつけてたやつだ。スプレーね。そうそう。何ですかそれ？いや、オスが縄張りをするのに、あの、マーキングみたいな、ね。マーキングするのに、うん、尻尾をこうやって、こういう風に動きながら、あの、おしっこを放射するんですよね。はい、あ、なるほど。スプリンクラーみたいな感じですか。そうそうそう。スプリンクラーみたいな感じ。いや、間違ってないですよ。あ、すごい正面してる、猫って言ってたら、うん、あれはそういう、スプレー、スプレー。へぇー、うん、それをやってしまったんですか。でも、オスのみなんだね。じゃあ、これは猫はスプレーしてるわけだ、ね。まあ、かろうじてパンツも履いてますからね。うん、確かに。かろうじてたけどな、これ透けてね、うん、パンツ。そう。誰の趣味なんだろう、これ。そもそもこの洋服を、与えたのは誰の趣味なんだって。あー、猫にね。猫服着たくないでしょ。そうだね。まあ、着せてるのは黒ですかね。黒が着せてんのか。黒ちゃんの趣味なのこれ。今お世話してるのが今黒ですね。でもすっごい短いじゃないか。そうなんですよ。ハレンチハレンチ言うときながら。うん。ねえ、ちぎっちゃったかもしれないですけどね。え？誰が？え？本人。あ、必要な。あ、本人がね、びっくりした。あの、大の大冒険みたいに、あの、必要な鎧のパーツだけ取ってね。これとこれとこれとって言って。あの、ドラゴンキラー買うときの話で。なるほど。パーツ分解がね。多分そっから来てんじゃないかな。どっから来てんですか？そうだったのか。すごいな、全時代対応してますよ。なるほど。ね、騎士の鎧からまさか取っていたとは。そうそうそう。あ、鎧とまではいかないですけどね。このキャラ絵、まあ、淡島さんが出ていましたけれども。うん、淡島さんはこれは、うん、あの、ブラはしているのかい？いや、している動きじゃないと思う。そうだよね。してたらもうちょっとガチッと固定されるじゃない、うん、なんか貼ってんじゃねえかな、先端だけ。え？ああ、アメリカ版プレイボーイみたいなことですか。え、それ星とか貼ってる。星星、うん。星。星を貼るんですか、うん、星貼る。あとはなんかあのビデオカメラ持った忍者が隠してるんですけどね。あフラッシュみたいにあの。あピンポイントで。ピンポイントでね。ええー。そう、ノーブラですかね。ノーブラでしょうね。きっとね。ノーブラ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 。あー、全部全部。ノーブラしか出てこない。全部それになっちゃう。全部ノーブラしか出てこない。でも赤のクランが言うんだ、それも。確かに。青ですからね。あいつ、ノーブラ、ノーブラ、ノーブラーって言うんだ。実はそこから来てるんじゃない誰かが言い出したそれから、はいはいはい、いやいや、もっとちゃんとした意味を当てようっていう、うん、てようてね、後付けかもしれないですからね。燃やしって言うんですから。そうそう。ブラジャー、ブラジャー取っちゃった。やっぱ、ミコトさん発信なんじゃないですか。そう、マジでもしかして。本当でも去年24歳。まだまだ若いのに、もう。まだまだ若いのに。すごい、セリ、セリ、淡島って23歳なんだね、まだ。そうですね。わっけ。若い。どんな、どういう生き方をしてきたんだろうな。こうなるんだろう。子供の頃とかどういう子だったんだろうな。こういう子だったんじゃないかな。こういう子だったんですか、昔から。へぇ。体の成長が周りの子に比べて早かったと思うんで。ああ、なるほど。悩んだりとかしたのかな、とか。ああ、そうね。小学校時代にね、大きいとやっぱ悩んだりするもんね。悩んで乗り越えたのがこれ。なるほど。はい。うん。なるほど。じゃあ、そうかもしれない。判決気味ですよ。小学生からこの感じですよ、きっと。それはなんかこう、うん、親。親がすごい。あ、親。親がすごいね。うん、淡島家何なんだろうな。そうでしょう。他のなんか、兄弟とかあるなら見てみたいですね。うん、はいはい、みんなこんななんじゃないですかね。うん。同伴。同伴。あ、同伴ちゃんだ。うん。同伴ちゃんなんでこんな弾けた格好してんだろう。すごいよね、これね。すごい、なんか、あれなんですよ、猫の、うん、ストッキング、うん、タイツか。タイツ。履いてんですよね。ああ
耳付きのね。そうなんです、そうなんです。膝頭のところに耳がついてくるっていう。流行っている。え、ということはこれさ、始まったらずっとこの格好なのかな？あの、劇場版の格好じゃないのかな？ああ、もう外してるんですかね？あのね、ガシガシの感じ。まあ、もうつけてる意味ないですからね。うん、まあ、そうだね。うん。じゃ、この格好で行くんですよ、きっと。あら。はい。うん。あとは、気になるのが。あ、くくり。くくり。くくりじゃん。完全にこれ、どういう状態なの？これ、ほんとわかんないんだよ。やっぱりなんかチラッとしてますよね。なんでこれ、誰がこのキャラをさ、公式がさ、ホームページに出そうって言い出すのかな。特別ね、敵にさらわれるわけでもないし。そうだね。なんてことはなく、普通に出てきて、ね、パンツ見せて、そう。帰ってくる。帰ってくる。露出狂じゃないか、ただの。師匠じゃないか。師匠じゃないか。しょうがねえな。そうだね。これしかもさ、なんかさ、ニット帽かぶってんすよ。あ、ほんとだ。ニット帽かぶってるけど、パンツは見えてる。なんでなんだ頭隠して、死角さん。まさに。なんでなんだろうな。やっぱ昔ながらの。昔ながらのね、ことわざに乗っとってね。なるほどね。あるんですかね。そうか。パンツ、パンツ、パンツときたね、ほんと。そう、今までパンツを見せた立ち絵があったでしょうかね。そうだね。これまでかつて。そうだね。そういう番組があったでしょうか。あったでしょうかね。ホームページとかでね。で、国上寺大学とか。パンツですか？なんでパンツじゃないんだろうね。はい。大学さんとかもね。パンツにすればいいんじゃないかな。うわ、やっぱ。てかこれ履いてんのかね。ああ。履いてない。和服だからね。履いてないっす。どし。あ、来たぞ来たぞ来たぞ。来た来た来た。いや、来ないです来ないです。これ以上はないです。あ、そう。ふんどしについて。このスタッフはちゃんと偉いですよ。アンナちゃんはさすがにね、子供だし。もちろんですよ。そうなんですよね。さすがに。大丈夫大丈夫。タイツ履いてますからね。タイツしか履いてないから。え？だいぶ気持ち悪いんですよ。アンナちゃん？タイツオンリーは。だいぶ気持ち悪い。え？タイツオンリーは。ご経験が。ご経験は、ないですけど。ないですけど。じゃ次回これに出るまでにさ、タイツオンリーを。体験談としてね、この、はい。ま、基本、パンツの上にタイツ履くじゃないですか。だけど、もたつくんですよ、股のあたりが。股のあたりが。下がってくるんですよ。おぉ、ちょっとよくわかる。ああ。なんて、空間ができちゃうんですよ。ああ、空間ね。こう、思いっきり、ああ、ぐっと行ったとしても。でも、歩くと下がってくるので、その上にさらにパンツ履いてないと気持ち悪いんですよ。パンツ、タイツ、パンツにするってこと？そうです。それでぐっとこう。それでぐっと上げて。そんな重装備で。相当重装備だね。そうじゃない人も中にはいるみたいで。え？気持ち悪くないのかな？ああ、パンツ、タイツ、オンリー。そうです、そうです。初めて聞いた。そうなんだ。その上にじゃあパンツでグッと締めとかないとダメ。トイレ行って急いで、あ、やばい、あげなきゃって時に、パンツが下がった状態でタイツが上がることとかがあって。ほう。そういう時は気持ち悪いなって思ったので、もたつくっていうやつだ。素に、ね、素肌にタイツがちょっとなっていうのは。なるほど。難しいね。難しいんです。ぜひ、ちょっと履いてやってみてください。タイツね。はい。タイツ割と僕履いてたから。履きます？うん。舞台で。ああ。女装したから。ほんと。じゃあ次はパンツなしで。パンなし。パンなしタイツ。パンなしタイツに。はい。よかった。その上にパンツ履いて。いただくのは結構あ、タイツ先に履いてその上にパンツ。タイツパンツです。おー、へえ。状態がわかんないね。想像が。は下がってこないので。それは下がってこない。よかった。素肌に履くってもう顔に被る以外にあんま思いつかない。そうだね。タイツは顔に被るもんね。無様な顔になるやつですよね。そうそうそう、とか。あれを先端を2、3人で被って、その先端をみんなで結んでね。3人で引っ張り合う。結構呼吸困難になりそうですけど。うーん、うーんって言って。顔は面白い。面白いですよ。顔面白い。顔はもう。絵面は面白いでね。そうです。割と鉄板かなって。本人的には崩壊してますけどね。作画が完全に。分かってても笑うからね。そうですね。あれ見たんだ、面白いって。誰がタイツ被せたんですかね、最初に。天才だよ、天才。天才ですよ、あれを。天才ですよ。ほんと天才。あれ銀行強盗のコントであれ。そうね。よくある。銀行強盗あれ、やばいよね。みんな笑っちゃうもんね。はいはい、ということで、ま、こんな話。話をですね、いっぱいしていきたいと思いますので。こんな話していっぱいメールください。以上、K オブアニメーション KA でした。テレビアニメ1期と劇場版 K ミッシングキングスの思い出、またアニメ K2 期、K リターンオブキングスがどんな展開になるかのですね、妄想予想、出演者への質問などをお待ちしております。リターンオブ KR。燃やせ、燃やせ。では、ここでミニコーナーです。
ちらは K of Bell、うん、ちょっとアニメを離れてですね、うん、出演者へのメッセージ質問、うん、リスナーさんが感じたこと、うん、K ですね、うん、また経験したこと、うん、スーパードクター K なんてですね、なるほどね、出た、いわゆる普通オタを投稿してもらうコーナーでございます。メールだからね、うん、はい、ルールはですね、うん、メールの文章のどこかに K を入れるということ、うん、なるほど、ね、でも名前に K が入ってる人はもうそれでクリアしてるので OK、 全然関係ない内容送ってくるかもしれないですね。そうだね、うん、どうもコーダシャーミンですって言って、おお、本当だね、もう K 入ってるね、うん、早速いきましょう。はいはい、水月さん、女だって。ありがとうございます、はい、お前女が皆さんこんにちはこんにちは。K についての投稿というコーナーがあったんでメールします、うん、季節外れの話題で恐縮なんですが、はいはい、毛糸、うん、毛糸の話です、うん、私は編み物が大好きで、うん、冬までに彼氏に毛編みのマフラーをプレゼントしようと思っていたのですが、うん、友人に聞いたところ、うん、出して毛編みのプレゼント森久保翔ちゃん甘く感じろってと言われてしまいました。森久保翔ちゃん毛出てねえよ津田さん、杉田さんは手編みのプレゼント重く感じますか？また三ヶ越は、うん、手編みのプレゼントしてみたいと思いますか、うん、三ヶ越は手編みのプレゼント僕にくれますか、うん、と達夫、うん、なぜ達夫PS 手編みのマフラーに自分の髪の毛を混ぜるのは普通ですよね、うん、髪の毛を混ぜるんですか。なんか間になんか達夫が混ざってたんだけどどういうこと、うん、それはもう髪の毛と一緒にね挟んできましたよね、髪の欲望はいいだろう、達夫、うん、個人的な呼びかけじゃないですか、まあそうだね、多分ね、あのふんどしの話今この安本さんとしてる頃だね仲いい、はい、というわけでですねはい、はい、手編みのマフラー、なるほど、編み物でございます。編み物ね、なるほど、昔ちょっとやってみたくて、お、編む方、はい、うんうん、すっごい難しい、難しいんだよこれ、なんかちゃんと形にできる人すごいんだなって。ああなるほどね、僕は無理でした。いや俺も無理そう。できる？一回やったことあります。おーい、マフラー編んでみた、編んでみたんですけど、うんうん、あ、なんかこう100均とかで毛糸買えるので、はい、あ、だいぶコスパ安くできるのかなって思ったら、うん、思いきや、うん、思いきやすごい量が必要で、へー、30玉ぐらい買ったら、うん、3000円ぐらいいくじゃないですか。ああ行くね、買った方が早いぞ。出ました出ましたね早いぞと思って完成させたものの、うん、させた、お、初めて作ったものなんで、はい、なんかなんでしょうね、まあガタつきもあれば、まあ、ちょっと長すぎまして、この逆に、うん、暑いし洗い方がわからないので、うん、すぐポイしちゃいました。あ、あげなかったの誰に？あげないです、あげないです。弟腰がその後、姉ちゃんこの腹巻きめっちゃいいよお、拾ったなおい5周ぐらいできますよ。どこから拾ってきたんだおい姉ちゃんこれめっちゃいいや、うん、そうですね、あげればよかったそうだ、ね、そう弟腰にあげればよかった。そうだよ、弟腰だからふんどしにしてるかもしれない、うん、ヘイト、まあ与えれば何でも履きますから、ね、ああすごいね弟腰、じゃあタイツを与えようそうしよう、そうしよう、与えようぜ弟腰。あとトランクスのこのところにセッインストラクターって入ってるパンツあげるから、ね、あ、そのインストラクターそれ聞いたことないお前杉田君のラジオ出た時にまだ言ってたそんなパンツがあるんですか超かっこいいよね、インストラクターだから相当スキル高いんですよ。人前で脱げないじゃないですか。いやいや、そうですよ。先生なの？マジで？すごいねってなるからね。教官殿ですかって。教官ね、そのパンツをじゃあ弟腰じゃなくて三日腰にプレゼント。履かないよ、履かないよ、三日腰にプレゼントして。うわー、世の中、世の中どうなってんだ。不公平だよ。とにかく、混ぜないですかね。まあ、そういうことはあるんで。髪の毛混ぜないですね。髪の毛は混ぜないですかね。髪の毛、油、これ、呪術の類ですよ、これ。そうだね。髪に挟まってたら、ヒューって取っちゃいます。取っちゃうだろうね。なんかついてなって。髪の毛だっつって取っちゃう。髪の毛だ。危ね、危ね。うん。誰かが乗ろうとしているって言って。うんうん、そうそう。混ぜるぐらいなら、お酒を切ってあげる。混ぜるのは危険ですよ。もっと、もっと危ない。そうね。もっと危ないやつだ。あんであるし。下の毛だったらいいんじゃないの？それを守りに入れてね。そうそうそう。守りに？にしたらしいよ。誰がですか？昔は。昔は。うん。本当だよ。ミサンガ的なやつに。ああ、どうなんだろう。本当にお守りに入れたんだと思う。お守りに入れたんですか？編み込んだ。ちょっと待って。やっとわかった。ごめん、立ち上がっちゃったよ。三ヶ越が言わんとすることがやっとわかった、今。タイムラグ。めちゃめちゃ毛が必要じゃん、それ。
それが切れたら願い事が叶うってやつで。すごいな。違うんですね。一本だけ入れて。一本だけですよ。そうですか。控えめですよ。控えめですよ。そんなごっそり。びっくりした。以上、KO グメール KM でした。びっくりした。メッセージ、質問、普通のオタク、略して普通オタ、お待ちしております。リターンオブ KR。 リターンオブ KR。 我が輩は猫である。猫である。では続いてのコーナーは K。 はい、はい、こちらは K of Information、 アニメ K についての最新情報をお伝えするコーナーです、はい、ということで早速放送情報から、はい、テレビアニメ K 第2期 K リターンオブキングスは2015年10月から MBS アニメイズム枠にて放送予定。脚本はゴーラ、アニメーション制作はゴーハンズです。お楽しみに。そして劇場版ブルーレイ &DVD 情報。劇場版 K ミッシングキングスブルーレイ &DVD が好評発売中です。そしてイメージブルーレイ&ドラマ CD 情報。第2期のオンエアに先駆けて6月から9月にかけてイメージブルーレイとドラマ CD がそれぞれ2本ずつリリースが決定いたしました。イメージブルーレイには K リターン・オブ・キングスのプロモーション映像やホムラ・セプター4に焦点を当てた総集編映像が収録される予定です。そしてドラマ CD にはホムラ・セプター4はもちろん緑のクラン・ジャングルや白銀のクランにも焦点を当てた物語も収録予定。詳しい内容はホームページをチェックしてみてくださいね。はい、続きましてイベント情報です。先行上映会イベント開催決定です。今年2015年の9月27日にパシフィコ横浜国立大ホールにて K リターンオブキングスの先行上映会イベントの開催が決定いたしました。6月24日発売、K イメージブルーレイリターンオブキングス、プレリュードカムバックとですね、7月22日発売の K ドラマ CD リターンオブキングス、プレリュードブルー&シルバー、こちらにですね、参加申し込みシリアル番号が封入されています。いち早くチケットを手に入れたい方はこちらも見逃しなく。はい、最後にですねラジオ CD 情報でございます。 AKR のラジオ CD が発売中。ラジオ第1、第2、第3シリーズのですねアーカイブをすべて収録。このラジオの番組ホームページに情報が掲載されてますので、過去のゲスト移動トーク、そしてですね三河越の成長をですね、確かめてください。ぜひチェックしてみてください。はい、以上 K of Information KI でした。では引き続きリタオブ KR お楽しみください。リターンオブ KR。 リターンオブ KR。 総員抜刀。 抜刀。 はい、さて後半はですね、今回は新番組初回ということでね、いくつかのコーナーを例を挙げて紹介してみたいと思います。まずはこちら K P 総員抜刀。 抜刀。 抜刀。はい、こちらはですね、K of Sewing Battle。リスナーさんが思わずですね、怒り興奮燃えしてですね、バトーと叫びたくなった経験をですね、募集紹介するコーナーでございます。来ておりますね。はい。ナオミさん、女性の方ですね。女性ばっかりだ。うん、ほんともがっついたね。メスばっかりだ、これ。はい。ブヒブヒ言っとるよ。ミカムさん、チャッタチータさん、こんにちは。ブヒブヒ。ダボイに帰れ。ミカコシさんはですね、津田さんの写真集で本格的抜刀されましたかっていうね、私は本格的抜刀しましたが、ダモクレスの剣がいくつあっても足りませんでした。持ってないですけど、かっこいいミシンっていうね。素晴らしい。はいはい。僕は一緒にね、はい、その後勢いで買った小松ミカコシ、フォトブックでもね。フォトブック、はい。買ったよって本人で我慢しきれずに言ったら、なんで買ったんですかって言われて。そりゃそうでしょ。そりゃそうですよ。なんで買ったんですか。買うねじゃん。いや。何ポッチレルのポッチレルと思う。ルー、こちらルー。ルー。横にいた、イーグチ、ティークヤっていうのが、はいはい。ミカコシの写真集、ドゥハーって言ってた。ドゥハーって。ドゥハー。ひょろひょろっとしながら言ってた。なんでお前も買ってんだよ。いや、ほんとですよ。なんで買ってんだと思っても。すごい。それは何セクシーな感じなの？セクシーはない。そうでも、上坂さんとなんかフォーマットが一緒で、もっと頑張って作ろうと思いました。ね、同じところなのね。同じところから。連載をまとめた感じ。なるほど。そうね、健全。今までの。全然健全。健全なんですね。次は、じゃあ猫の格好しよう。え？いいね。え？裸以外の。パンツですか？いやいや、これこれこれ。あ、これ。あ、これ。
ああ。おお。これもなかなかだね。なかなかなんですよ。結構だね、これ。あの、ちょっとやっぱ、ボリュームがないと見栄えしない服なんで。やめんちゃえ。ああ。リンゴとか入れていいならちょっといい。リンゴ入れよう。はい、面白いね、それ。リンゴが2つ入って、それがちょっと見切れてるんだ。うん、新しい。新しい。そこまで突き抜ける。テンション上がると思う。これ、エグーも大喜びだと思う。エグーね、言っちゃった。言っちゃった。エグも喜ぶ。津田健さんの写真集も、うん、あの、うちに新しく入ったマネージャーの平山っていうのがいるんですけど、はい、あいつが急に俺に、あの、うん、テラフォーマーズのイベントの会に言ったんですよ、うん、タクシーの中で。俺眠いのに。はいはい。杉田さん、このタイミングで言うのもなんなんですけど、うん、事務所に、うん、あの、津田健次郎さんの写真集のサンプルが届いてて、うん、あの、僕もらったんですけど、うん、俺あげるって言った覚えないんですよ。勝手にもらったの、うん、あれ見たんですけど、ずっとドキドキして、あれ筋肉がすごい美しくて、あれは、これ平山くん、え、そっちなのって言ったら。そう、男だもんね。彼はなんか学生時代パワーリフティングの選手だったらしくて。ほー。どうやら筋肉のマニアらしくて。なるほど。津田健さんの年齢から考えた、あの肉体、うん、鍛え上げられた肉体は素晴らしいと。あ、ただ、何々筋と何々筋をもっと鍛えるともっと美しくて。ほー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 、本気のやつだ。本気のやつだ。もう僕半分寝てたんでよく覚えてないですけど、ね、はいはい、うん。そう。本気のこれね。これはもう。じゃあ、ちょっとどこを鍛えればいいか。そうそうそう。平山くんに。ちょっとうちの平山にちょっと K の現場に来てもらって。はい、ぜひ。こことここと。あと鍛え方を教えてもらえればね、僕は。そしたらまた新しい写真集が出るわけですね。そうそうそう。三河越もだから鍛えるんだよ。そうそう。フォトブック第2弾で美しいシックスパックをですね。そうそう。披露しようよ、三河越。需要あるかな、腹割るっていう。バキーン。うん。バキーン。なかなかだよ。上坂さんも、あの、6つに割れてるから。うん、おぉ二人して。強そうですね。普通に強そうですよね。普通に強そう。スタチャ強そうだね。多分そこまで割れたんならもうそういう筋肉コンビ、なんか、うん、いや、それユニット作った方がいいよ。マッスルっていう。マッスル。マッスル。マッスル。ストレートでいい。そうそうそう。マッスルっていうユニット作った方がいいと思いますよ。うん。あ、いやいや、すごいですね。そうですか。すごいです。そんなことがありました。はいはい、ありがとうございます。はい。はい、フォトブックも、じゃあ僕も楽しみにしてます。いやいやいや、もう、はい、うちの母親も楽しんで。お母さん。あの、見せました。ありがとうございます。お母さんによろしくお願いします。はい。では続いてのコーナー行きましょう。K!、はいはい、はい。こちらは、K オブ空気読めなくてごめんなさい。うん。リスナーさんが、浮いちゃったな、空気読めなくてすまん。と感じた、経験を募集紹介するコーナーです。うんうんうん、はい、これはよく願った時の安本さんが言いそうな言葉ですね。なるほど。浮いちゃったなーって言ってね。うん。おーって。願った時あんま見たことない。いや、基本ネガティブですよ。へぇー。そうそう。なんか繊細な人なんで、実はああ見えて。ああ、繊細そう。そうそう。うん。ねえ、でもその後の弱みにつけ込んで、うん、すぐ晩ご飯を作らせるんです、僕は。悪いよ。なるほどね、料理得意だしね。ひどい。じゃあ話聞くよ。君の家でね。うわ、なるほどね。行けば作ってくれるんだ。そう。おぉ、じゃあなんか作んないと。あらららら。出汁から取りますよ。そうそうそう。そうだね。リクエストしてもいいの、うん、それは何が食べたいとか言えばいい。言えば。ああ、なるほど。いきなり言うなって怒られてもらって。なるほどね。でもいきなり言っても大概なもの作れそうですよね。そうだね。ほぼプロだもんな。プロですよ。はいはい。というわけでですね、うん、早速行きましょうか。はい。空気読めないなぁと感じたこと、うん。結構ありますね、そういうこと。はい。空豆さん、男性でございます。はいはい。僕は、とある大学の2年生です。うん。2年生。うん。K が大好きな僕は、部活内の友達に、K、うん、そして KR の話をしていたらですね、うん、予想以上に、大人気、うん。人気出ました。ありがとうございます。嬉しい。男子みんなでバットーと叫んで女子が引いてしまっています。あら、うん、楽しい部活にしてくれてありがとうございます。どういうことだ、これからも下水道ラジオの先駆けとして頑張ってください。なるほど、先駆け。じゃあ更新が来るわけだね、下水道ラジオっていうジャンルが開かれる。はい、ジャンルがあるんですか、ね、なるほど、あるんだね。うん、三河越の番組は全部そうでしょ、そんなことないです。唯一のですよ。そうなの、唯一の。唯一のお点ですよ。ええー、バカな。あ、そう、あ、うん、そんなことない。そんなことない。うん、なるほど。どんな部活なんですか？他でもこんな感じだと思ってました。違いますよ。そうだと思ってたよ。他も、青春派ですよ。そんなことなかったよ、俺だって。違う番組に遊びに行かせてもらった時。深夜の時、全然もっとひどかったよ。そんなことない。そんなことない。大変だ。深夜はまあいいじゃないですか。何一つ変わってなかった。こんなことない。でも俺落ち込んだことあると、あの、小松さんのあの、小松見事でにゃーって、あの、めちゃくちゃなあの、やけくそなテンション聞くと元気が出るんだ。ああ、いいね。そう。ありますね。あれはやらされてるの？それともやりたくてやってんの？え？どれですか？映ってる方ですか？その、挨拶とかの、あの前の K のラジオの時に、久々に俺とあの内田姉と、うん、あの3人でラジオやった時に、挨拶から、カスミ、やにゃーって言い始めて、ね、うん、あれはこれはやらされてるのかなって。違う。台本
を加味したテンション、はい、なるほど。だってうちの姉がなんか寝起きみたいなテンションでいるからさ、うん、もっとマリアンはいつも眠そうですよ、ね、もっと頑張れよって 今もユーマくんに起こしてもらってるのかと思うとちょっとドキドキするけどね、うん、弟もしっかりしてますから ね起こすらしいよ、うん、そうなんだ、うん、じゃあ学生の頃とか姉寝坊するから大変だったね、うん、はい、先週のイベントの時も先週、先週最近までじゃないですか。お前何なんだよ。すごいね。皆さん、1時間は粘るんです。1時間は粘る。優しいな。でででもう一回起こしに行くってこと ?1 時間。何回も行ってるってこと寝てるところ。すごいね。姉さん、起きて姉さん姉さんうわ、すげえ。その後、ユーマも寝ちゃえって言って布団に引きずり込まれて、そして伝説へ。うわてててて、てててて、みたいなね。今半音ぐらいずらしたから大丈夫。本当ですか、ギリギリセーフかな。杉山先生も怒んないと思う。この下水道ラジオって言ってね。高一先生も怒んないから大丈夫。セーフなところを突き進んでいきます。うん、はい、というわけでですね、うん。なんかいろんな人が期待してるみたいですよ。そうだって。そうなんですか、うん、はい。空気読めないの。空気読めない。うん、読んで。業界の空気も読まないっていう、うんうん。それは読んでいきたいです。大丈夫ですよ、読まなくて。なんとか生きていきたいの。本当、はい、じゃあ、頑張っていきましょう。はい。はい。はい、では、続いてのコーナーは、うん、こちら、King of絆の物語、はいはい、両親、兄弟、うん、おた仲間、アニメグッズなどになんか絆を感じてしまった経験を募集紹介するコーナーですと、はい、いうことで、わかめさん、うん、女性の方です。来てますか。はい、うん、私は兄と仲がいいのですが、アニメのことでは意見が分かれることがあり、アニメについて会話することはありませんでした。しかし昨年の夏に無理やり K のアニメ一期を見せたところ、兄が宗像が好きなんと聞いてきたとき、絆を感じ、手を差し出すと固く手を握り合いました。ああ、いいね。仲いいな。それからはよくアニメの話もできるようになり、はい、今は兄弟揃って K について語り合いながら、二期を全力で待機しています。宗像、長生きしてくれよ。なるほどね。わかんないよ。去年ってついちゃうかもしんないしね、宗像、ね。みんなついちゃうんじゃないですか、うん、そのうちもね。ね、生きてて辛いみたいな状態になってたでしょ、劇場版で。そうだね。そうですよね。ね、あの、寝込んでる横山見捨てる三国志のあれみたいな。とても辛いって言ってた。とても辛い。スタンプがだいぶ使い勝手がいいですよね。うん、とても辛い。大丈夫かな、うん。でも宗像出場なんだ。うん、そうですね。そうみたいだね。二人で押してるみたいだよ。うん、あんまり好きだって言ってくれる人いないんで。そうですか。そんなことないです。うちの姉だって表面的になんか宗像が好きです。うん、表面的に。表面的に言ってるんですか。そう、魂のない声で言ってくれる。ノーソウル、ノーソウル、ノーソウル。どこにあるんでしょうね。そうだね。魂。どこ行っちゃったんだ。大変だ、もう大変だ。うん、あれ大変だがちょっとね。うん。ああ。何でしたっけ何の話でしたっけ絆ですよ。宗像の、宗像の話ですよ。宗像から生まれた絆。そう。でも仲いい兄弟、いいなぁ、うん。いいね。兄弟はいらっしゃる。おぉなんかすごい美しいね、そういう話。あ、お姉さん。うん、兄。ああ、お兄さん。うん。だけですか、だけ。だ下の兄弟、親戚でも一番下だったから、下の兄弟がうんと欲しくって。あ、うん、あ。すっごい欲しかった。エロい意味での兄弟の話って。ああ、そういうことか。どんな兄弟ですか、そっか。だ俺と、あの、イーグーみたいに、イーグーみたいに、あのサイトのあの動画がいいみたいな、そういう話になるわけですよ。そんな共有してるんですか、ね、うん、あ、それも共有。ツイートさん、べちゃしこっすよ、ドゥハって言って、すげえ。URL って言った。URL 。そしくれるんだ、ポンって。こちらがおすすめです。すげえ。え、割とあることなんですか、その、後輩、先輩間で。ない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 。URL の。URL の共有、いや、でも俺は多分イーグーだけだと思います。趣味もじゃあ合うってこと合いますね。そうなんだ。そこが合わないとね、うん、だって URL。確かに、うん。見たところで、うん。最近お前がめちゃしこなのどれだよって言ったら、この辺ですかね、ドゥガーって言って、あの、サムネイルでバーって一覧で出た時に、うん、あ、俺持ってるこれ、みたいな。かぶった。かぶった。かぶった。お前趣味合うなーって言って、ね、それから驚異的な速度で仲良くなって。そうかー。それは仲良くなると思う。イーグーさんが、うん、その先日、その、写真集うぬの話があった時に、はいはい、パンツ上げてましたよね。ああ、うん、俺に。杉田さんにも。うん。そうそうそう。なんかその、すごく履き心地がよろしいパンツらしくて。うん、あ、そういうのがあんの？そうなんですって。僕これ持ってて履いてるんですけど、うん、これの、なんか、ビキニパンツみたいな、バージョンがあるって言って。それを安本さんと、杉田さんと、男性、そこにいた方に。みんな共有してんだ、共有してます。そのようです。で、実際履いたんですけど、ね、うん。履いたんですか、はい、うん、履き心地がとてもいい。ああ、そう。やっぱいいの、あいつおしゃれだから、おしゃれですよね。確かに。よく知ってる。おしゃれマンです。うん。だから、ちゃんと、インナーもいいのを知ってるんだなと思って。なるほど。嬉しいな。履き心地いいのはいいよね。でも、まあ、パンツはあれですよね、うん。結構キュッとした。そう、キュッとして。でもなんか、でもね、そんなあの、なんかこう、ゴムで締め付けて痛くなったりしないんだよ。あれ、良かった。ビキニ。
そう。あれはイーグーの正の部分ね。で、ジャの部分が動画の方で。なるほど。なるほどね。正の部分ってそっちの方の正みたいだから、どっちにしてもダメじゃんと思う。どっちにしてもダメじゃん。だから正とジャなのにどっちも悪い言葉に。そうだね。そうだね。そうそう。正とジャ。正とジャ。なるほど。そういうとこがあるんですな。動画の共有ですって。みんなもだから動画。あるんですね。動画共有すればいい。共有の絆が。はい。なるほど。はいはい。ということで、投稿お願いします。リターンオブ KR。 我らが大義曇りなし。はい、新番組リターンオブ KR 第1回目お別れのお時間でございます、うん、番組ではですね、皆様からのメールを募集しております。詳しくは番組ホームページのコーナー紹介と、メールフォームを参照してください。はい、リターンオブ KR はアニメート TV で各週金曜更新です、うん、次回の更新は5月15日金曜日となります。忘れずにチェックしてください、うん、はい、リターンオブ KR は毎回パーソナリティが交代します、うんうん、次回のパーソナリティは、うん、まだ決定していません。あや。どひゃ。決定した場合はですね、随時告知しますので、うん、アニメ K の公式アカウント、はい、またはですね、ムービンオンリーのかなこれ、うん、この星は角田博さんみたいな、まあそういうことです、ね。あれも読まない。読まない。ムービンオンのアカウントをね。あの、フォローしてくださいよ。はいはい。よろしくお願いします。はい。毎回ですね、採用された方のうちですね、何名かの皆さんにですね、KR ステッカー、差し上げるんですけれども、うん、今回はどなたに差し上げましょうか。リニューアルしておりますね。そうですね。第4、うん、ポース。ポース。ね。書いてあります。はい。はい。今回は、あの、やっぱり、パーツ話で、はい、パンツね、のりなし不正さん、のりなし不正さんと編み物の話で盛り上がりました。燃やせ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 、みなずきさんにプレゼント差し上げたいと思います。ステッカーが欲しい場合は投稿したものと同じアドレスで、ご住所、ご本名、お電話番号を送信してください。はいはい。さあ第1回始まりましたけれどもね、どうだったんですかね。こんな感じで始まった。でもなんかこの3人いいですよね。安定感があります。面白くて、そう、もうね、仕組まれてると思う。仕組まれてますね。何の仕込みも台本も予定調和もないのに、なんでこんなに面白いんだって。本当ですよ。 KR をこういう風に進めていきたいっていうことがね、仕組まれてる。これは仕組まれた何かがありますね。感じますね。意図を感じる。だって過去にもケールタの時とか、あああったね。いろいろあって、エロコシの話とか。そうだね。なんか生まれてきますね。必ず毎回なんか飛び出すのね。そうなんでしょうね。全然考えてなかったんですけど、エロコシがさらに上を行ってくれるからね、いつもね。そんなことない。そんなことない。今日はね、あの風太くんみたいに津田健さんがいきなり今分かった、分かった、立ち上がった。ミサンガね。そう、ミサンガ。今日の僕のね、大ヒットはミサンガですよ。本当これもう冗談でも募集とか言ったら本当にケサンガが送ってきそうで、マジでマジでマジでケサンガが来て、本当ポリス座さんになるんだよ。やばいやばいやばい。それは本当ね、言っちゃいけないやつね。ケサンガいらない。今日ね、番組スタッフもとても辛いって。そうなっちゃう、なっちゃうなっちゃう。本当に一番ダメな着地点になっちゃうから。絶対これダメですよ。これ本当振りじゃなくてダメですから。毛は入れちゃダメ。毛ダメです。自分の体毛は入れダメです。はい、ダメです。ダメ、絶対ダメです。はいはい。ということで、KR、第4期、はい、始まりますんでね、皆さんバンバンメール送ってください。そして応援してくださいませ。ということで、リターンオブ KR 第1回はここまで。お相手は周防美琴役の津田健次郎と、猫役の小松美香子と、村方礼司役の杉田智和でした。第2回に続く。リターンオブ KR、 この番組はムービンオンの提供でお送りしました。